ちは、喫茶北の大家です。また今日も私のマイルーティーンでご挨拶をしております。はぁ、ということで皆さん今日もご覧くださってありがとうございます。この動画を通じて一緒に体を動かしませんか？マイペースでね、体を動かすと体も心もとってもハッピーモードになります。それに脳にもとってもいい効果があるんですよ。動くっていうことは、体が動くってことは脳が動くんですよ。だから体を動かすことは能力開発になるって言われてるんですね。で、今、高齢化社会、ね、日本は人口に対して、認知症の方の割合が多いみたいなんですよね。その理由っていうのはいろいろあるんですけれども、どうやら運動することはその、予防また、改善にもつながるっていうふうに言われてるんですね。まあ、それはちょっとさておいてですね、今のこの季節、皆さんの中では花粉症がつらいって方いらっしゃいますか？花粉症になる、ね、根本的な治療を目指してみませんか？ね、花粉症があるということで、その症状をね抑える薬とかもありますけども、それって一過性のものなんですよ。根本的に変えていきませんか？ということで、なぜ花粉症になるのかっていう理由はいろいろあるみたいなんですけども、日本って杉の木が多いですよね。で、その杉の木が花粉症を起こしやすくなってるっていうのも一つありますし、そして二つ目はですね、この腸ですね、腸の調子を乱しているとアレルギー症状が出やすいんですよね。そしてその腸の炎症が起きていると花粉症の症状も辛いというふうに言われています。じゃあその腸の炎症が起きる、ね、腸の調子を乱す原因というのは何かというと、いろいろあるんですけども、やはり食生活ですよね。どうやら昔の食べ物に比べて今っていうのは大量生産しているので添加物を投与してるんですよね。ということで乳製品とか小麦によって腸を、乱してしまう、ね、でもそれでみんながね乱れてるわけじゃなくて、乱れてる人もいれば元気な人もいるわけですよね。だから元気な人っていうのはいらないものを体から出す能力があるってことなんですよ。なのに出そうとしているのに押さえつけることになっちゃうんですね、薬を飲むとですね。より一層またね腸を乱すっていう可能性もあるんですよね。で、乳製品とか小麦、ね、そして油です。油っていうのは、油っていうのはね脳の栄養成分でもあるので、あとこうツヤもねにも関係ありますから、粘膜と関係があるので油って必須なんですけれども、いい油じゃないといけないんですよね。なのでよくね巷にある油の種類を変えた方がいいですよね。まあ、具体的にこの油が悪いなんてことはちょっと言いづらいところもありますけれども、逆に言うといい油というふうに言われているのはピュアな、ね、エクストラバージンオリーブオイルとか、ココナッツオイルね、エクストラバージンのココナッツオイルとかエゴマオイルとかアボガドオイルとか、アーモンドオイルとか、そういったものがいいというふうに言われてますね。で、これがいいからってそればっかりずっとねするよりもいろいろ混じる方がいいみたいですね。で、話は変わるんですけども、私たちの体ってウイルスだらけなんですね。私たちの体っていうのはウイルスをいっぱい持ってるんですよ。で、そのいっぱいのウイルスの種類があればあるほど、バラエティにウイルスがあればあるほど、いろんな、今のコロナもそうなんですけども、いろんな病原菌が入ってきた時に負けないでいられるんですね。自分の中に持っているウイルスが自分の体を悪さしないように防御してくれるんですよ。だからいろんなバラエティなものがあるほどいいんですね。よくね昔の人は土いじりをしました。この土いじりとか自然の中にねもう汚くなってもいいんですよ。でそれぐらいの感じの方が、体の中にいいねいい感じでウイルスを持って、でその体の中にウイルスを持つのことが自分の体を守ってくれる免疫力にもつながっているなんていうふうに言われてますね。大昔ね、今のこの腸の調子を高めるビフィズス菌とかね乳酸菌っていうのは、昔は病原菌だったらしいんですけども、病原菌だって言われてたのが体の中に取り込んで
いて体の中で、ちゃんとねいい働きをするように変わってくれたわけなんですね。まあ、ちょっとね話は戻りますけど、先ほどの花粉症なんですが、だから綺麗になりたいと、あの綺麗というかですね、良くなろうと思って起こしていることがかえって腸を乱している可能性もあるんですよね。だからいろんなねあのバリエーションのものを含むほどいいわけなんですよね。で、そしてですね、先ほどのその乳製品、小麦、油の種類を変えるだけでも改善されていくと思います。それは体の中からのアプローチです。じゃあ表面の方はってことで、表面なんですけどね、どうもねアトピーとか喘息、アレルギー症状がある方はやっぱりですね、この骨盤の筋肉が硬かったり、で骨盤が硬くなってくると大体頭の筋肉も硬くなったり、そしてあとですね、もう一番多いのがここの背中の胸椎のとこですよ。肩甲骨か胸椎が硬くなってると、呼吸がしづらいんですね。胸がこう開きにくいんです。で、東洋医学的にはですね、肌っていうのは肺と腸が関わりがあると言われてます。肺や腸の調子、肺の調子が鼻に現れてくるっていうふうに言われてます。ということで、先ほどのこの腸の調子とね、花粉症というのも関係があるということを言いました。これはない体の中からのことですね。そして肺の調子なんですけども、呼吸が大事なんですね。で呼吸がしやすい体になるにはほぐれていないといけないんですよ。キューッと筋肉が硬くなっていると呼吸しづらいんですね。で大体ですね、私いろんなところでレッスン指導してますけど、まあ、ここは学校の今さっきまで、ね、授業やってたんですけども、学校の、ルームなんですけどね、どうもですね花粉症、アレルギー、アトピー、喘息の方っていうのはすごくこの辺硬いですね。でほぐれていくと鼻が通るというふうによく言われてます。まあ、実際そうなんですね。ということで皆さんね、もう簡単な動きをやりましょう。まずは軽くなぞってください。これリンパマッサージ代わり、筋膜リーですが、はい、鎖骨の上強くない方がいいです。強いとかえってリンパ管を潰しちゃうんです。反対も、はい、そしてここの胸の骨、はい、で耳を触って顔を動かして、耳を引っ張りながら顔を動かすとあくびが出るんですけど、あくびを出しちゃってください。あくびが出ることでキューッと緊張してた内臓や頭の緊張が解放されます。呼吸もしやすくなってきます。はい、そして眉間のところのツボから優しく眼輪筋をなぞりましょう。そして横、さあ、だいたい花粉症、喘息、アトピーが出る方は縮込んじゃってますよ。ちょっと体動かしましょうよって感じです。運動して体の中の循環巡りを良くして、体の中からいらないものを出す力を入れましょうね。入れるにしても出さないといいものが入ってこないですからね。はい、さあ、そしてさすります。手首ブラ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 、肘ブラ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 、はい、そしてぐにゃ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 、はい、グッグッグッグにゃぐにゃぐにゃ、ギュッギュッギュッぐにゃぐにゃぐにゃ、はい、グッギュ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 ッぐにゃぐにゃぐにゃ、ほっほっほっ、ぐにゃぐにゃぐにゃ。さあ、ではですね、ちょっとどうですか、スッキリしたと思いません？座ったまま動ける範囲で腕だけ動かしていただいてもいいです。できる範囲でやりましょう。でもしよかったらですね、ちょっと今から音楽をかけますので、ぐにゃぐにゃブルブルシェイプしましょう。引き締めながら根本治療をほぐして、運動して腸の調子も前臓運動を高め、そして呼吸がしやすい体にほぐしていきましょう。ちょっと音楽をかけますね。待ってください。一緒に、イエイイエイイエイ、ウォー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 。
ね、体がワクワクすると喜びますというところで、ではちょっと月休校のことかなを、はい、さらに回します、はい、はい、横です、はい、ダラダラダラ、はい、ダラ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 ダ、さあ皆さんも一緒に、イエーイイエーイイエーイ、はい、ワー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 、イエーイイエーイイエーイ、ワー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 、一緒にイエーイイエーイイエーイ、ワーワーワー、イエーイイエーイイエーイ、ワー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 、はい、バイ、ほっ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 、ほっ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 ほー、はい、ぐる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 、じゃん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 、はい、ぐる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 、わー、さあ最初にイエイイエイイエイ、ゴーゴーゴー、イエイイエイイエイ、ゴー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 、いかがでしたでしょうか。今日はちょっと前半のおしゃべりが長くなりましたが、皆さん肩甲骨はじめ全身ほぐれましたでしょうか。今日も最後までご視聴くださってありがとうございました。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。インストラクターのもやでした。またね。この動画が皆さんにとってハッピーになれるお役に立てたらなぁなんて生意気にも思っております。ありがとうございました。またね。